い、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は完成したお裾分けファイルがあるので紹介していきます。メルカリの販売用なので気になる方は購入していただけたらなと思います。では早速紹介していきたいと思います。今回紹介するものなんですけれども、お裾分けファイルすごくねたくさんあるんですよ。在庫がすごいたくさんあって、まだ販売していないものとかもあるんですけれども、とりあえず完成したものを紹介していきたいなと思います。ちょっとね今回はこちらのお裾分けファイルから紹介していきます。動画の時間的にちょっと考えますね。これだけかもしれないし、もう一個紹介できたらします。こんな感じのパンモチーフで作ってます。ここはパンのマステを貼ったんですけれども、ここにはこんな感じのメモ帳を入れてます。この上のがプレッツェルだったんですけど、これだけだったら寂しいかなと思ってこちらも入れてみました。そして下のところなんですけれども、下のところはマステのお裾分けです。一応パン系で揃えてます。でこちらメッセージカードですね。クロワッサン2枚とメロンパン2枚を入れてます。そしてこちらは米津祐介さんのメモになります。2枚ずつ入れてます。でこれはリラックマのレターセットです。封筒4種類と便箋4枚ずつ入れてます。2枚ずつにしようかなって思ったんですけど、パンパンになるので1枚ずつにしました。いつもは一組だけなんですけど、たくさん今回は入れました。でこちらはリラックマのメモなんですけど、この前購入品で紹介したものになります。でこちらはジブリのファンのものです。以前コメントでジジですよってコメントくださってありがとうございました。キキではなかったですで次こちらはシナモンくんのプレッツェルのメモになります。でこれは米津祐介さんの四角いメモになります。2枚ずつ入れてます。でこれは3枚ずつ入れました。こちらのリラックマのメモです。普通のミニメモよりほんのちょっと大きいミニメモです。でこちらはスヌーピーのレターセットです。こちらは便箋が4種類あるのに対し封筒が2種類だったんですけれども、便箋4種類1枚ずつと封筒1枚ずつ入れてます。でこちらはスヌーピーのメモになります。こんな感じです。これも購入品で紹介したものです。で、こちらはジブリのメモです。魔女の宅急便のやつですね。で、こちらはこんな感じのパンのメモを入れてます。とベーグルのやつとトーストのやつとフランスパンのやつです。で、こちらはカードです。結構しっかりしているもので窓の封筒になっています。すごく可愛いので入れました。
はい、こんな感じでここはマグネットになっています。こんな感じでお裾分けファイル紹介しました。あともう一つだけ紹介して終わろうと思います。で、次はこちらです。こちらのお裾分けファイルです。こちらはこんな感じのファイルを使って作りました。このリボンはこのリボンを使って作ってる方がいて、すごく可愛かったので参考にさせていただきました。で、中はこんな感じで、これもね、さっき紹介したレターセットが4枚ずつ入っています。こちらもさっき紹介したもので4枚ずつ入っています。便箋4枚と封筒2枚ですね。で、こちらはジブリのメモが3枚と、さっきご紹介した窓開きのやつが入っています。ここまでは一緒です。で、こちらの中なんですけれども、結構いろいろ入っていて、さっき紹介したジャックマのメモを4種類と、スヌーピーのメモを4種類と、あとはこういうスイマーのシールだったりとか、この封筒と切り取れるメモのパリのやつと、レースペーパーとパンのやつを入れてます。で、こちらはいろいろな折り紙のお裾分けを入れてます。こんな感じでいろいろなものを入れてます。10枚ぐらいかな、数えてないんですけど、それぐらいあります。そしてこちら、これは袋3枚とレースペーパーとこのやつ入れてて、コラージュできるセットになります。こちらを使ってラッピングをできるセットを作ってみました。この袋を買った時はこんなセットではなかったんですけど、なんとなく作ってみました。で、こちらはラッピング袋のお裾分けを入れてるんですけど、このラッピング袋とこのラッピング袋を2枚、こうやってさっきも使ってたんですけど、こうやって折って使います。あとはこちらのジッパー付きの袋、これもですね、とこちらの紙袋と大きいジッパー付きの袋を入れてます。いろいろなお裾分けがあったら楽しいかなと思って、いろいろなものを詰めてみました。はい、こんな感じで裏はこんなデザインになっています。こちら、こっちはまだ販売していないのですが、こっちは販売しているので、気になる方は購入よろしくお願いいたします。こちらはまだ販売してないんですけれども、販売して気になる方は購入していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。